はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日は店舗でもセールが始まりましたので、そちらを見ていきたいと思います。オンラインで昨夜、午前0時からセールが、始まりましたけれども、店舗は店舗で、また全く別のセール、アイテムがセールになっているということですので、今日はアイテム、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで、店舗でもセールが本日から、始まりました。オンラインセールが昨夜ありましたけれども、海外よりは、たくさんのアイテムがオンラインでも、発売となったんですけれども、店舗の方はさらに多くのアイテム、50アイテム以上がセール対象になっております。カラー掛けなど、わかる範囲で、解説しながらやっていきたいと思います。早速見ていきたいと思います。まず今回コラボアイテムもセール対象品に一部なっておりました。シルバーサーファーのレザーバーシティジャケット、まず、これはあのプレビュー掲載品ですけれども、シルバーサーファーのレザージャケット、で割引率は一律 40% オフです。店舗の方も、オンラインと同じく 40% オフで、になっていると。でレザーバーシティジャケット、これ12万1000円しますので、4割引きになると7万2600円ということで、カラーは、ブラックも、このネイビーも両方あったと。いうことです。カラーとかサイズ掛けなど、ただ出てると思いますので、まあ、その辺はあの状況によって変化するということを、ですので、その辺は、ご了承いただきたいと思いますけれども、これ12万1000円しますから7万2600円になると。単価が高い方がこの割引率 40% の恩恵をたくさん受けますね、金額的に。ということで、まずレザーバーシティジャケット、それからシルバーサーファーの SS シャツ、24,200 円が 14,520 円、ブラックとあとマルチカラー両方ありましたね、カステリサイクリングジャージ、それからビブショーツ、この辺も、セールになっていると。価格の方はこちらのシュプリンプラスの方で、全部掲載しておりますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。ガンモのコーチジャケット、ガンモのコラボアイテム、セール対象になっておりました。コーチジャケット、前からありましたね。それからガンモのフットボールトップ、フットボールトップ、このトッド役のクレイ・セビニーの肖像をプリントしたフットボールジャージ、この辺もセールになっていたと。それからガンモのフーディー、ガンモのフーディー、まあ、これカラー掛けが結構あるっぽいです。それからイオンフラックスも、セールになっていると。このセーター人気でしたね。ブラック、このブルーの方は多分売り切れになってるんじゃないかなと思いますけど、ブラックはセール対象になっている。それからイオンフラックスのジップアップフーディー、目のやつ。そしてイオンフラックスのサッカージャージ、この辺もセールになっていると。それからイオンフラックスのワークショーツ。ここまでがコラボで、セールになっていたアイテムですね。シルバーサーファープレビュー、掲載のコラボですけれども、それ以外にガンモのコラボ、イオンフラックスのコラボがセール対象になっていると。それから、ここからはレギュラーアイテム。50アイテム以上ありますので、サクサク見ていかないと終わんないと。まずは、ゴアテックスレザージャケット。これ13万2000円しますから、7万9200円。5万円までいかないけど、5万円近く安くなってますね。それから、ベントログドンのゴアテックスシェルジャケット、この総柄のシェルジャケット、これあのウィーク後半で結構出たアイテムなので、あのすぐ割引になった感じですね。6万3000円が3万8000円ということで、それからゴアテックスリバーシブルポーラテックリネンドジャケット、リバーシブルのポーラテック と、ゴアテックスのリバーシブルの、ジャケット、これはこのロゴのやつはなかったですね。それ以外のカラーは多分全部ある。サイズ掛けあるかもしれませんが、ウィンドシェル。ウィンドシェルは、これだけですね、きっとね。どこの店舗も。黄色だけだと思います。ブラックは多分、定価の時点で完売してるし、ホワイトがあったかどうかは分かりませんけど、黄色がセール対象になっているという感じでしたね。それから、青い産業のグローインザダークのトラックジャケット。この辺。それから、デニム調和コート。調和コートは多分カラーがほとんど結構欠けてて、この花柄のやつは
あるんじゃないかなと思います。それから、バンソンレザーズのセーター。バンソンのセーターもセール対象になっていましたね。これ前から、リストされていると。それから、ハンドクロッシェのセーター。これ手編みのクルーネックのセーターですけど。これも、カラフルな方もありました。それから、オープンニットスモールボックスセーター。これは結構カラーかけ出てると思いますけど、この、カラシ色とブラックとホワイトはあると思います。それ以外、ネイビーとパープルはちょっと怪しいですね。トーナルパネルドセーター。これもブルーぐらいしか残ってないような感じがしますね。ピンク、グリーン、ブラックは、ないんじゃないかなと思います。ほぼほぼないんじゃないかと。スポーツジップアップフーデッドセーター。これは前から揃ってましたね。それからリルキムシャツ。リルキムシャツ。これもカラーかけ出てるんじゃないかなと思います。イーグルフ、ホッケージャージー。これは全カラー的に揃ってると思います。それからコンペティション LA ストップ。これも全部残ってると。これも本当にウィーク19とか、そのぐらい出たようなアイテムですね。ドラゴンフーデッド LA ストップ。これもカラーかけあると思いますけども、ホワイト、ブラウン、イエロー、この辺はあるんじゃないかなと思います。レジェンダリー SS トップ。この辺は大体揃ってると思います。フレームス SS トップ。ファイアパターンの、これ刺繍青い産業なのかな、この辺なんか結構使えるアイテムですよね。なので。まあ、カラー結構揃っておりました。それからアプリケアーチ SS トップ。これはグリーン、ホワイト、ブラック、ぐらいかな。ホワイトはないか。グリーン、ブラック、このブラウンとかその辺のカラーが残っているという感じでした。これなんか7260円ですからね。こういうの使いいいですよね。赤タグの T シャツが、このファイアフレームもそうですし、それからアーチロゴもそうですけど、7260円になるということで結構安いですね。インクボロットの SS トップ、これもありましたね。カラーかけ出てると思いますけど、ナチュラルとか、その辺のカラーは残っておりました。リバースストライプ SS トップ、ボーダーティー。これもカラーかけ結構ありましたね。多分、レッドとイエローとかグリーンとかその辺はあるかもしれないです。ワードバブルジャガード SS トップ、吹き出しの T シャツ、それからバッド SS トップ。これなんかもありました。この辺の T シャツ類、赤タグのちょっといい、上質な T シャツ類は4割になると結構安くなる。7000円ぐらい。レギュラー T と同じぐらいになりますんで。T シャツの質がすごくいいので、結構おすすめですね。プレミアサッカージャージ、この辺も量から揃ってたと。フォークラクロックフットボールジャージ。フットボールジャージ。86のフットボールジャージ。この辺までがトップス類。そしてフーディ。イーストブロードウェイフーデッドスウェットシャツ。これ。ベントログドンの、総柄のフーディセットアップで、両方ともセールになっていたと。リバースパッチワークジップアップフーデッドスウェットシャツ。それからスウェットショーツ。スウェットショーツは多分もうブラックしかないんじゃないかなという感じがしました。フーディも多分ブラックはなくて、カラーの、マルチとブラウンなんじゃないかと。それからスターズアーチフーデッドスウェットシャツ、これは多分あるカラーは、オリーブ、ネイビー、レッド、この3色じゃないかなと。他にもしかしたら少量他の色あるかもしれませんが、グレーとかブラックとかピンクは多分ないんじゃないかなって感じがしますね。17,600円、17,160円。フーディーなんかも3万円近くするものが2万円、1万5千円強で買えるということなんで。それからこれ、クロップドパネルド、フーデッドスウェットシャツ、ボックスロゴが袖下にあると、これいいですよね。結構残ってましたね。ブルーもあるし、ピンク、ブラウン、ブラック、ブラックはなかったかな。グレーはないような感じがしますね。この3色は残ってるかなっていう感じがします。動物筆と鳩のフーディ、これは前から残っていると。サイズ掛けはあると思います。ドッグイートドッグのフーデッドスウェットシャツ、これもほとんどのカラーが残っていると。ラインストーンジップアップフーデッドスウェットシャツ、これラインストーンのフーディ、ブラックはないような感じがしますね。それ以外はありました。アンビグラムフーデッドスウェットシャツ、これも結構カラー残っておりました。フーディは結構潤沢にカラー、残ってましたね。マイクロロゴのフーディ、これも全部、
全部じゃないかもわかんないですけど、ほとんどありました。SSWS クルネック、この辺も残っていたと。フーディはこんなところですね。いいアイテム結構ありますね。フーディ見てても。アーチロゴのフードとか、クロップドのパン、フーディとか、ハトのやつとか、アンビグラム。アンビグラムなんかもかっこいいですよね。それからマイクロロゴのフーディとか、この辺のシンプルですごいいいですよね。という感じ。パンツ類、プリーテッドトラウザー、それから、プリーテッドトラウザー前から残ってましたね。フォークラックの、ペインター。これはブラックはちょっとないのかもしれないです。グリーンはありましたね。ベルテッドトレイルパンツ、これチェック柄の方があったような感じです。コアテックスパックライトパンツ、これはダークカラー以外のオレンジとか、あとこのヒョウ柄、ヘビ柄かこれ、とかが残っていたと。ウォームアップパンツ、これはかなりカラーかけありますね。このトープと、あとオリーブ、この辺が残っていたかなという感じがします。ダブルニーの、デニムユーティリティパンツ、レッドカモ、それからこの、ブルー、オシドブルー、まあ、その辺が、セール対象になっていた。ダブルニーキャンバス、ペインターパンツ、これも、カラーがグリーンとブラウン、ピンクとブラック、あ、ブラックもあったかな。ちょっとこの辺は定かではありません。コーデュロイショーツ、これはほぼほぼ前から残ってましたね。チェック柄がなかったような感じがします。ラインストーン、ストライプ、バスケットボールショーツ、結構カラー残っておりました。ということで、こんなところですね。店舗の方は55アイテムとか、もっと、以上で、あったような感じでした。非常にたくさんのアイテムがセールになっていて、結構並びなんかもできていて、盛況でしたね。ということで、店舗行ける方は行ってみてはいかがでしょうか。非常にいろいろなアイテムがあって、楽しいセールに今回はなっていたということです。ということで、今日は、まあ、ささっとなりましたけれども、セールアイテム見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。